海外移住された方からのご相談で、SEO のやり方を知りたいですというご質問ですね。記事の構成とかですね。あと、ロングテールキーワードの選び方ですね。選定の方法、キーワード選定の方が知りたいと。まあ、ロングテールっていうのは、小さな1位を取っていくということですね。ライバルの強いですね。例えば、ダイエット何々とかですね。ような、ビッグキーワードではなくて、細かい、ニッチを狙っていくということですね。で、細かいニッチでライバルの弱いところでどんどん1位を取っていきつつ、だんだんですね、大きなキーワードでも、Google の上位表示を取っていくというのが、まあ、SEO の、まあ、ライバルの、弱いですね、弱者の戦略ですね。ライバルの弱いところを狙っていくっていう、ランチェスター戦略というのを沿ったやり方です。なので、とにかく、大きいキーワードを狙うようなやり方ですね。ノウハウをですね、やっていくと、苦労の道になりますので、とにかく弱いところを狙っていくと。まあ、タイトル、オールインタイトルとか、そういった